大半の方は浪費消費から使ってってしまうんですが、ここでポイントなのはまず投資を確保することなんですよね。お金を増やすのが下手なのではなくて、お金を使うのが下手なんです。お金の使い方が下手なので、お金の使い方を教えてあげた方がいいですよね。で、日本の学校ってお金の稼ぎ方を教えるんですけれども、お金の使い方を教えないんですよ。なので僕でしたらお金の稼ぎ方ではなくて、お金の使い方を教えてあげますね。お金の使い方なんですけれども、給料日になったらもう3つに分けてしまえばいいんですよね。投資するもの 30%、 消費 60%、 浪費 10%。 30%、 60%、 10% にあらかじめ分けてしまうっていう風にすると、使い方が自動的に良くなります。お金の使い方って性格が出ます。で、お金の使い方ってその人のセンスが出るところなんですけれども、大半の方は給与日だったり入金があったらまず浪費消費から使ってってしまうんですが、ここでポイントなのはまず投資を確保することなんですよね。要はここの投資の額が次にまたお金を生んだりチャンスを生んだりするものになるので、ここを確保するっていうことなんですよ。なので先に給与日になったら投資する額を確保するっていうのがベストです。では投資、消費、浪費の違いは何かといったら、分かりやすく言ったら、投資に関しては払った金額以上の価値を生むもの、消費に関しては払った額と同じ額価値を生むもの、浪費に関しては払った額以下の価値になってしまうもの、こういうことですよね。これを比率を分けて使う習慣を持っていればお金の使い方は上手くなります。あと、よくある悪い習慣というのは、給与が入ったら、いらないものから先に買っていってしまって、最後に余ったら投資をしようっていう考え方、そうすると結局残らないんですよね。だからずっとその投資ができず今のままの状況が続いてしまうという状況じゃないですかね。給与日になったらまずお金を3つに分ける、これを分けてから使うようにしましょう。